アビーリオ・ディニス・アビーリオ・ドス・サントス・ディニスは、ブラジルの実業家である、サンパウロ市出身、スーパーマーケットチェーンのポンジア・スカール、より大規模なハイパーマーケットチェーンのエクストラなどを、参加に持つブラジル最大の小売りグループ、グルッポ、ポンジア・スカールの経営者である。1929年に、ブラジルに移民してきた、ポルトガル人、バレンチン・ディニスを父に持ち、 1936年に6人兄弟の長男として生を受けた。幼少期から青年期にかけ文部領土を地で生き、ゼトリオ・バルガス基金に学習を炎上され、サンパウロ経営学校を卒業、アメリカ合衆国に渡り、ミシガン州立大学大学院を修了した。1949年に、父バレンチンが現在のボンジアスカールグループを創業、アビーリオは20歳の時に、 販売の責任者として、父の会社に入社。1959年、グループにとって、初となるスーパーマーケットを開いた。1979年には、ブラジルの通貨審議会のメンバーに選ばれ、10年間、その任務を務めた。1980年代末、資産の分配をめぐって、家族間で対立が生じ、後に1992年には、 グループの株式を再分配することとなる。1989年12月に誘拐され、サンパウロ市内にて6日間にわたって監禁された。1990年、この年3月に発足したフェルナンド・コロール・デメロの政権は国内のインフレに対処するいくつかの政策を実行し、小売り専業であるグループは、この影響を免れず、特に預金の凍結により、 ディニスのグループは支払い不能の状態に追い込まれ、5年後には、それまで非公開だったグループの株式を公開することとなった。1996年、グループの2つの企業間において不正な資金のやり取りをしたとして、1年4ヶ月服役した。1999年、フランスのカジノグループが、グループの議決権付き株式のうち24%を取得した。2000年、 グループの再編に着手し、1、3の店舗を閉鎖し、22,700人の従業員を解雇、その結果、ブラジル国内で最大の小売チェーン店となった。再編を行った後の時点で、グループはブラジル26州のうちの11州に展開し、416店舗を有した。二千四年末の時点では、店舗数はグループ全体で百五十店ほどに、 再び増加している。スポーツマンとして知られ、ランニング、水泳、スカッシュなどを好み、1994年からは、ニューヨークシティマラソンにも参加している。アメリカの経済誌、フォーブスの2007年度版のランキングによれば、ディニスの個人資産は19億ドル、世界長者番付では538位、ブラジル人の中では10位にランキングされている。 近年は資産を増やしているものの、世界的に新たな符号が台頭する傾向があるため、順位は低下傾向にある。ひそに、アナマリア、ジョアンパウロ、ペドロパウロ、アドリアナの二男二女がおり、それぞれブラジル国内では知名度のある人物である。次男ペドロパウロは元 F1 ドライバーのペドロディニスとして知られる。ありがとうございます。